もしもーし。お疲れい。今大丈夫ですか？ヒカル君いいよ、全然。あ、金梅さんといるんですけど。おう。ちょっと金梅さんが話したいことあるんですよ。金梅さんがいいよ、全然。あります。あ、和道くん。お疲れっす。あの、スポーツ保険について聞いた、電話から。いや、なんか、保険には入った方がいいって言われました。それいつ言われたの？その僕、当日から言われてましたよ。あ、そうなの？はい。どうしたんですか？いや、俺は、それ、便所から聞かされてなかったの、俺とヒカルは。マジですか？うん、聞かされてなくて。はい。そんなのがあるってのを今日知ったんだって、リスナーさんに聞いて。はい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 。で、あいつ、ね、便所に聞いたら、はい。行動って言ってたはずだけど、とか言って。はい。で、俺とヒカルも青山もみんな聞いてないんだって。あー、なるほどなるほど。はい。で、便所に聞いたら、そんなん自分で勝手に入るよみたいなこと言ってして、はい。で、俺たちはね、そんな選手をないがしろにするようなやつね、はい。そんなやつのイベントには出ないって今なってるの。あ、そうなんですか。じゃあ僕、代わりに出るんで大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。和道さんは、ちなみに保険入ったんですか？俺、入ってないよ。なぜ入らないんですか？いや、勝つから。いや、お互い怪我した時に保険かかるんですよ。あ、大丈夫大丈夫。青山だけ怪我するから。まあ、青山を5、6してしまった時に、うん。お金かかるんですよ。いやいや、最初から俺殺すつもりだから大丈夫だよ。うん、まあ、5、6するつもりでも、青山を殺してしまった時にお金を払わなきゃいけないんですよ。うん、いや、死んでんだから払う相手いないじゃん。大丈夫だよ。まあ、遺族とか。そう。大丈夫だよ、ヒカル君。俺が代わりに出てあげるから、金梅さんとヒカル君の分。じゃあ、セブン、ぶっ殺せるの？大丈夫、大丈夫。大丈夫、3試合やるんで、僕。え？出ないんですよね、金梅さんもヒカル君も。大丈夫です、僕が出るんで。出ない方向ですみたいな話は。あ、じゃあ、任せてください。僕が全部やるんで。わかった、ありがとう、ワードは。あ、任せてください。お疲れ様でした。あ、ちなみに、和田さん。え？ちなみに、テルチャンピンにも電話したんですけど、おう。テルチャンピンも、和田さんを登録するつもりですね。あ、そうなんだ。で、一切保険も入らないって言ってました。あー、オッケーオッケー。俺らはやる気満々だから大丈夫だよ、ヒカル君。お疲れ。了解。うん、お疲れ。はい、じゃあ、代わりに出るから、はい、俺。よろしくお願いします。お疲れっすー。はい、失礼します。ねえ、お疲れ様でした。いや、頑張った、頑張った。いやー、よかった。ねえ、頑張ったで。うん。俺代わりに出るから。ねえ。ねえ。ねえ。全然いいよね。うん。乗ってやった方が良かった？聞いてねえよってやった方が良かった？だから俺はこういうプロレスが嫌いだっつってんじゃねえかよ。配信者の、だからそういうキャスのこういうくだらねえノリが嫌いなの。マジかよ。聞いてないっすわ。じゃあ俺も出ないわ。こういうガキみたいなの嫌いなんだよ。なあ。いいよいいよ、帰れ帰れ。嫌いなんだよ、こういうの。知ってるわ、そんな。プロレス嫌いなんだよ。いいんだよ。そういうのが好きなんだろ、キャスは。そうそう、3試合して MVP。 好きだよな炎上な。
あ、どうもどうも。うん、あのね、あの炎上させるにしてはネタが弱すぎるよ。保険聞いてねえよってどういうことだよね。保険聞いてねえよって苦しすぎるだろ、いくらなんでも。聞いてないから何なんだって話だから。そう思わない。聞いてないから何なんだよ。今から入れるんだよ、だって。あと4日間のうちに保険入れるんだよ。聞いてないよってどういうことだよね。入ればいいだろうって。そうそう。例えば、なんだてめえ、生命保険入ってねえのかよ。じゃあ俺配信者辞めるわとかないでしょ。じゃあ引退しろよとかないじゃん。知らねえよ。知らいい、もうなんか、ねえ、苦しすぎるよな。うん、ただの酔っ払いだから、うん。今から入ればいいんだから。でも、あれだよ、ベンゾさん喜ぶよ。だって二人が棄権したら100万入るんだよ。あの、自分から辞退するの50万ずつ払うわけだから、金梅さんが50万、ヒカルくんが50万で、金が浮くんだよ、ベンゾ太郎さん。ベンジョ太郎さん、ね、100万円入るんだよ。美味しくない？あの二人が出ないことによって、ベンジョ太郎さん100万入るんだよ。うん。ねえ。そのさ、ギャラでさ、ゆいがさんに50万、うなちゃんまんに50万払えばいいんだよ。やってくれるよ、バトル。それ、どう？そうだよ。違約金50万だから、その100万、50万、50万、佐野とゆいがに払ってさ、タイトルマッチ100万で組もうぜ。どう？その作戦。それでよくない？それでよくない？みんな。それでいかねえ？うん。その方が面白い。盛り上がるよ。だろ？うん。ねえ。出れねえって言うんだったら、吐いた唾飲むなよ。出るなよ。なあ。出るなよ。ねえ、金梅さんとヒカルくん出るなよ。いや、50万払えるじゃないよ。違約金に書いてあるんだから、裁判起こしたら引っ張れるもん。保険代1000円。保険代1000円。無責任男さん。1000円以下。違約金もちろんあるよ。出るなよ、絶対。ねえ。役当日来るよ。覚えてないっす。ベサ、覚えてないっす。いや、聞いて、酔っ払ったんだ。やっちゃう。ベンさん、わかんないっす。酔っ払ってました。光る。そうっすね、ベサ。覚えて、飲みすぎやして。うん。うん。普通に来る。いや、台本っていうかもうなんか、閲覧に必死でしょ？閲覧を取りたい。うん。うん、どうだろう。いや、閲覧が少なくなると、あの、炎上させようとする悪い癖を持ってるから、あの二人は。うん、閲覧が少なくなると、冷や汗垂らしながら炎上させようとする悪い癖を持ってる。うん、いいんだよ、もうあの二人はもうボコボコにされればいいんだよ。ボコボコにされてパンチドラッカーになればいいんだよ、もう。今度はセコンドの数で揉めてんの？保険の次は。苦しいの。苦しいの、ほんとに。
次は誰に電話かけるんだろうね。次は誰に電話かけて炎上させようか。誰が乗っかってくるか。いや、仲良しだから。仲良しだから。いいんだよ、別に。もうなんか、引っかき回したくてしょうがないんだよ。かけても出てくれないみたい。TJ あたりが乗っかるんじゃん。うん、最低だな、便所っつって。うん、便所最低だなって乗っかってくれるよ、TJ さんなら。和道フェスティバルって言ってた。何それ。いいよ、俺。別に本当に辞退するんだったら俺参戦やってもいいよ。うん、俺全然いいよ。うん、全然やるよ。いいよ。便所さんが和道頼むって言われたら出るよ。うん、TJ は乗っかるよ。うん、俺全然出るから。安心して。俺のアンチなんか腐るほどいてさ、俺が3回もぶん殴られるんだから笑っちゃうでしょ。逆に囲いになるんだよ。ボコボコにされすぎて。逆にもう好きになるわって。もう後半の最後の試合、最後の3試合目とかもう和道頑張れってなるでしょ。うんうん、今度結衣さんにかけてんの。いや、出るんだ。うん、え、生ポ？和道さんも生ポ？初見さんいらっしゃい。何？生ポじゃないよ、俺。うん、まあ、ゆいがさんは喜ぶネタだな。おう、便所、便所おめえ、保険かけ言ってねえのかよ、便所おめえよ、つって。おめえ、便所が悪いじゃねえかよ。おい、光るおめえ、便所が悪いわ、それ。便所が全部悪い。うん、便所が悪いんだから、お前出なくていいんだよ、つって。なあ、便所、つって。喜んじゃうよ。うん、もうキャッキャキャッキャ言っちゃうよ、ミノムシが。うん、ネタができたじゃん、便所さん。うん、出なくていいよ、出たくねえやつは。出る気が出んなら出るなよ。なあ、やる気があるやつだけでいいよな。そう思わない？うん、はあ、バカばっかりだな、本当に。あ、こたら、俺、本当に生ポじゃないよ、今、俺。1月の10日に抜けてる、抜けてる。うん。いや、やる気があるやつだけでいいでしょ。うん、台本でも不愉快になる。まあ、いいじゃん。いや、びっくりするほどつまらなかったね。うん、深刻なネタ不足だよ、配信会は。うん、そんなことよりもね、金梅さんとヒカルくんでぶん殴り合った方が面白いのにね。大喧嘩してさ。そう思わない？うん、ねえ、やめろって捨て頃潰す気かって本当になるじゃん、便所さん。便所さんを困らせるんだったら、ヒカルくんと、バエさんが、本気でぶん殴り合って、二人とも留置所に行くっていうくだりの方が絶対面白い。うん、
ね、神回だ。映え丼、映え丼事件。誰も電話に出てくれない。誰も相手にしてくれない。あの二人のカマチョ。うん。ねえ、対立した方がいいのにね。誰もそんな余裕ねえんだよ。ああ、乗っかっちゃうかも。うん。よっさん、よっさん全然関係ねえじゃん。よっさん全然関係ないよ。もうさ、いい加減大手なんだからさ、もう若手みたいなのやめようよ、もう。あなたたち閲覧何桁あんのよ。閲覧4桁あるんでしょ？どんだけ貪欲なんだよ。まだ言、まあ、電話かかってきたよ。何？お前なんかディスっとんのか、俺らのことは。いや、ディスってないっすよ、全然。今、ハート飛んできたか？何が？全然。ワードがディスってるって。何ディスってるって。何言ってんの、お前。何も言ってないですよ。何も言ってないですよ、全然。うん。うん。で、今回の件はどう思うの？いや、出ないんですよね。だから、ワードはさ、あの、命かけてやるっていう男だから、はい。ね。保険なんか聞かなくてもいいわけじゃん。はいはいはい。で、俺とヒカルは、はい。あの、家族がいるわけだよ。そう。はいはいはい。家族。で、命は大事なんだって。あ、命大事なんですか？これに関して説明がないのがおかしいって話。OK です、OK です。僕、今から、あの、大切なこと言うんで、バイさん、いいっすか？うん。あの、うん、キックボクシングって怪我するんで出ない方がいいっすよ。あの、家族が大事なら怪我するんで出ない方がいいっすよ。だから、それの安全に関して保険に入るっていう話をしてる。いや、だから、一番いい方法は、リングに上がらなければ怪我しないんで。ただその説明がないのがどうなのかっていうのをどう思うわけはどうは。いや、だから、怪我するのが怖かったら、リング上がんなかったら絶対怪我しないんで。それだと、あの、逃げたみたいになるじゃん。おー。です。仮に自分が骨折して、はいはいはい。病院代とかかかるとお金かかるじゃないですか。はいはいはい。保険に入っていけば、あの、安くする。いや、だから、リングに上がらなければ保険もクソもかからないじゃん。お金1000円受けますよ。じゃあ、それは、だから僕らの話じゃないですか。うん。いや、窓さんに言ってる。俺は別に骨折して10万払おうが20万払おうが、全然いいと思ってるから。でもさ、それは窓は、独身ながらできるんだよ。俺とヒカルは、家庭持ってて、はい、もしね、骨折とかしてみ、いや、だから。給料が減るわけだよ。いや、だから、リング出なきゃいいんですよ。仕事に行けなくなって、給料が減って、はい、家族養えなくなるんだよ。はいはいはい。月に500円ぐらいしかお小遣いもらえなくなっちゃうんですよ。いや、だから出なきゃいいじゃん。誰も止めてないから、出なきゃいいじゃないですか。え、出たいんすか？捨て頃出たいよ。でもじゃあ、お前代わりにやってくれんの本当に。全然やりますよ。和道祭りになるの。そう、いや、もう全然やりますよ。なあ、捨て頃が。あ、いいっすよ。和道フェスになるの。いや、お前3試合やんだろ。3試合やります、やります、全然。めちゃめちゃ美味しいんで。3回入場しなきゃいけないんですよ。え？ 3 回いいよ、いいよ。いいよ、全然。だって、出たくないんですよね。いいっすよ、いいっすよ。俺らも辞退するから。あ、了解です。了解です。お疲れ様です、本当に。練習お疲れ様でした、本当に。いや、だけど、ちょっと今から、便所に行ってよ。なんで俺が言うんですか？便所にすぐ LINE かけて、はい、お前のせいで、はい、あの、金梅と光が出なくなりそうになってるよ。なんでそれ僕がそのなんか臭い台本に乗っかんないといけないですか？いいからやだってもう。いやだって。もういい、いいからその台本。やれ。いやいや、まあ出ないんですよね。お疲れ様です。出ないから、まあ。どうも3ヶ月間お疲れ様でした。はい。
はい。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いいっす。誰も乗っかってくれないっていう、ね。この台本に誰も乗っかってくれない。誰も相手にしてくんねえじゃんね。リザーバーいるから全然問題ないよね。全然問題ないよ。ねえ、タチュヒコなんか出たがってんだからさ。チャンス来たよ、タチュヒコ。別に全然構わないでしょ。誰も止めてないでしょ。出たくねえって保険があって。家族がいるからって。なあ、リング上がんなきゃいいんだよ。ねえ。3回入場面白いじゃんね。うん、もう出なくていいよね。うん、出なくていいよ。やる気ないんだから。うん、ね、あいつら出ないとすごろつまらない。だって出ないっつってんだから。俺が別に出るなって言ってんだったら分かるよ。俺に文句言うんだったら。本人が出たくねえって怖いって怪我するっつってんだから。じゃあ出なきゃいいじゃん。うん、ああ、面白い。なんなんだよな。うん、だから、じゃあね、俺がいい案出すよ。あの、辞退するのって、ヒカルくんと金梅さん50万ずつ違約金を払うの。それで、50万のギャラで、ユイガさんとウナチャンマン呼んで、このね、100万円の夢のドリームマッチやらない？はい、賛成な人手挙げて。ユイガさんと、ね、チャンマンを50万ずつ、要はヒカルくんの50万、辞退金と違約金と、金梅さんの違約金で、ユイガさんと佐野、うなちゃんマンを50万ずつ払って、メインマッチ組もうよ。これどう？これでよくない？これでいいじゃん。なあ。うん。これでいこう。ねえ。ねえ、これでいこうよ。うん。そしたら盛り上がるよ。うん。ねえ、本人が出たくないんだから。うん。解決したね。うん。いいじゃん。棚からボタボタなんだから、この100万円は。はい、解決。うん、はい、終わり。ねえ、決定だよ、これ。面白いな。俺さ、何年ぶりに言われたか、俺、ちょっと懐かしかったのが、金梅さんがね、こう言ったんだよ。お前、俺のことディスってんのかって。俺さ、これ、ニコ生以来だよ。俺ニコ生で2年ぶりぐらいに聞いたよ。お前俺のことディスってんのかよ。すっごい使い回された、すごい古いセリフが出てきたよね。多分配信会で一番使われてる言葉ね。おい、お前俺のことディスってんのか。懐かしいよ。もうニコ生出身だなって思ったよね、金梅さん。さすがに、うん、ね。伝統芸だよね。久々に聞いたよね。お前、俺のことディスってるのかよ。うん、ねえ。いやー。話題にここさ、こと欠かさないよね。暇人かっていう、うん。そうだね。いやー、見たかったなー。ヒカルくんと金梅さんの試合。残念だなー。うん、初見さんいらっしゃい。うん、いい試合すると思ったのに。残念ですね。ハリボンさん、花火ありがとう。アイテムありがとう。次は何で、この4日間はみんなやり出すぞ、これ。この4日間、これがある意味楽しみでもあるから。俺どんなネタぶっ込もうかな。どうしよう。なんかないかな。捨て頃出ない言い訳考えようぜ。言い訳。うん、まだ言ってんの？まだ言ってんの？相当ストレス溜まってんだろうね。相当ストレス溜まってんだよ。
俺も言い訳考えないと出ない。これみんなやらないといけない感じだから。いや、二日前、いや、さすがにこれは台本臭すぎるでしょ。因縁のふっかけ方、喧嘩するの下手かって思ったもん。保険なんて聞いてねえよは苦しいよ、いくらなんでも。今から入れるんだもん。うん、まあ出るでしょ。逆にここで本当に出なかったら俺本当にすげえなって思う。これで当日バックれるやついたら本当笑うもんね。どんだけだよって。逆に勇気あると思うよ。本当に一生叩かれると思うよ。酔っ払って何喋ってるかわかんねえ。竹本。竹本つまんねえかんな、絶望的に。いや、怖いよ。本当に怖いよ、ドラえもんさん。怖いっすよ。いやー、やりかねないからな、マジで。俺、金映えさんはやりかねないと思ってるから。格闘技保険ある。スポーツ保険って言って1000円未満ぐらいで入れるの。入れるよ。スポーツ保険で検索してみ。いや、仲いいよ、もう。もう本当にね、仲良しすぎるんだよ、金梅さんとヒカルくんは。もうヒカルくんが可愛くてしょうがないんだよ。前日逮捕は変な話、ちょっとあり得る二人だからね。前日逮捕はマジで止めないとダメだよ。本当にあの二人は何やらかすかわかんないから酔っ払うと。この4日間監視頼むよ。ヒカルくんと金梅さんリスナー。あいつらを逃がすなよ。どうだろうね。なんて言おうかな。なんか面白いネタあるかな。あー、それは面白いね。ヒカルくんと金梅さんのぶん殴り合いは面白いね。まさかの。いや、もうだって、もうなんか古い古典的な炎上商法をやってくるからさ。すごいクラシックな、古い古い伝統芸みたいなのをやってきたから。はいはいっていう。ヒカルくん飲んでないんだ。便所は一応、金梅だけは前日確保するという作戦を3ヶ月前からしてたけど、具体的な作戦はないと思う。いやー、どうだろうね。いや、俺、金梅さんは勝っても負けても出ても出なくても全部美味しいのは金梅さんだけだと思ってるから。唯一出なくても許されるカードなんだよ。ショーズさん、ありがとう。いや、面白いね。大喧嘩したら面白いのにね。まあ、あの二人はもうなんか、杯交わした兄弟みたいな存在だからな。ガチホモだよ、ガチホモ。船越いらっしゃい。あれ、ホモだよ、多分。あれ、できてるだろ、あの二人。なんか、あんまり言えないけど、配信外だとあの二人手繋いでるからね。金梅さんが到着しておりません。もう、アナウンスで爆笑だよね、本当に。セブンさん、ポツーンってリングでこうやったって、スポットライトファーって浴びてて。
戦勝です。そうそうそう、セブンさん、うん、いやセブンさんもすげえよな、2ラウンド 2回やるんだもんな、うん、2回やるって相当だかんね、どんだけ勇気あんだよ、3ラウンドでヒーヒー言ってんのにさ、6ラウンドやるんだぜ。ミエールさんいらっしゃい。初見じゃないね。うん、よろしく。2回目です、ミエールさん。金杯でないとセブンもヒカルと戦わないから金杯は出るよ。うん。うん。でも、金杯さんが大ダメージを負わせて、ヒカルくんがとどめを刺すっていう、2人で戦って2人で勝つっていう作戦が唯一できるからね。うん。3回やる人が何言ってんの？来るよ、大丈夫だよ。まあ大会潰れるよね、ちくまさんね、うん、まあ潰れるよ、まあいいよ、俺が盛り上げればいいんだろう、俺とペルーが大丈夫だよ、頑張るよ。こうもっとガツガツ売名していけばよかったのに、もったいない、うん、せっかく YouTube も渡してるんだからキャプチャーして解説枠とかすればいいのに、なんでやらないの？ YouTube 画面に映しながらこのパンチこうだったとかさ、全部語れるポジションなのに、ヒカルくんのいいとこ、こことか、青山これがすごいとか全部経験してんじゃん。しかも格闘技経験者だから、ドレさんとタチュヒコがやったら一番いいのにさ、なんで解説枠やんないの、うん、初見さんいらっしゃい。もったいないよ。やりなよ。うん。そこ全然貪欲にやっていいのに。ねえ、やりなよ。ナーさんこんばんは。第2回出たいなじゃなくて、出るって決めて、出るって、俺はもう有名になって出るんだって決めて、バン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 本気で売名すればいいのに。もう強さは折り紙付きなんだから、ドレさんコラボ枠やりましょうよとかさ、バン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 やればいいのに。どうなんだろうね。あ、もう配信やってないの、ベンゾさん。いや、もうベンゾさんさすがにヒカルくんとあのバエさんは出ると思ってるから、もうそう乗っからないでしょ。エリちゃんこんばんは。めんどくさで終わりだよ。はいはい、出なくていいよーだよ。これ来るって予言は割と当たるから、タチュヒコさんはぜひ。タチュヒコは、あれだよ、すごい今美味しいポジションなのに、あの、もったいないんだよ。もっと、なんつうんだろう。なんだろう。強さはさ、逆にもう折り紙付きなんだから、みんな強いの分かってるわけじゃん。そこでがっつりリスナーバンバン取っていかないと。まあ全然いいよ、全然いいよ。うん、やる？今度、タチュヒコ。俺とさ、試合終わった後にさ、二人でキャスバーかなんか行って、その試合の解説枠とかやる？ナタリーいらっしゃい。バカありがとう、お経の CD。それ良くない？二人で。こう解説しながら、いいパンチ当たったとかさ、あのパンチやばかったねとか、これ倒れるよねみたいな。うん。それでよくない？それをいろんなパターンでやりたい。俺と達彦さんバージョン、俺とドレさんバージョン、俺とヒカルくんバージョンみたいな。うん。いや、うなちゃんマンバーサスユイガの方が盛り上がるよ。正直言うと。うん、古いじゃん。歴史があるから、あの二人は。うん。俺はそれを企画しようと思ってるけどね。いろんな人をゲストに招いて、
試合を、その、なんつうの、映画とかでよくある B 面って言って、音声の副音声に、あの、監督とかの制作秘話みたいなの入れんの。そう。で、ゲストに招いて、ドレさんにいろんな試合解説してもらう、タチョヒコに解説してもらう、ヒカルくんに解説してもらうとか、それぞれの本人の思いとかもあるから、裏話みたいな。そう。あんまり人数ごちゃごちゃいると、わけわかんなくなるから。うん。それはやりたいなと思ってる。一人だとね、どうしても、なんか、盛り上がらないから。大体ね、その、二人で話すときのメリットっていうのは、反対意見をわずと言うっていう役回りができるようになると、トークってできるようになるの。もう、全然自分ではそう思ってないんだけど、いや、これはこの時こうだったよね。いや、違うでしょっていうのが面白いんだよ。うん。二人で話すと、そういう、なんか、そのどっちのリスナーも取り込めるトークができるから、反対意見も賛成意見も、そうすると面白くなるんだよ。うん。まあ俺負けたらやらないけどね。負けたら解説枠なんて恥ずかしくてできないから。勝ったら限定だけど、多分トラウマになって試合見るとね、涙が出てくるようになるから、多分3ヶ月ぐらい配信引退するかもしれない。減らってもうダメだっつって。え？便所さんこれからトレーニングなの？ああ、うん、これからトレーニング？マジで？うん、まあ夜遅くやってるジムとかもあるしね。うん、おやすみ。俺ももうそろそろ寝るよ。あと10分ぐらい寝る。ありがとう、カメオ。よくまあふざける余裕あるわ。本当に考えらんねえな。よくこのタイミングでふざける余裕あるよな。そんな余裕俺にはねえよ。肝据わってんだろうな。いや、よくこんなところでふざけてる余裕あると思うよ。出ねえわ、とか言って。聞いてねえや、とか言って。キメコさん、風船ありがとう。っていうかさ、タツヒコさんさ、俺さ、あの動画見たんだけどさ、サウスポーに切り替えた方がジャブ切れてるね、確かに。めちゃめちゃジャブ切れてて、俺びっくりしたんだけど。3ヶ月間さ、普通のさ、こっちでジャブ練習してたのに、無意識にスイッチしたらめちゃめちゃ切れてるし、伸びてんの。スパパパーンみたいな。
嘘だろとか思って。俺の3ヶ月何だったんだよっていう。本当にサウスポーでやればよかった、最初から。うん。いや、びっくりした。見てみる、みんな、ちょっと。なんかね、達彦さんが、達彦さんスイッチできるんだよ。で、達彦さんが無意識、スイッチ仕掛けた時に、無意識に俺もスイッチしたんだけど、その時めちゃめちゃジャブが切れてたんだよ。で、俺の3ヶ月間何だったんだって本当思ったもん。もんちゃんもいいって言ってた？あれ何だったんだろう、結局。ちょっと見てみっか。うん。あれ？なんだこれ？ちょっと待って。あれ笑うよな。見合わない見合わない見合わない。詰めて詰めて詰めて。コーナー詰めて。そうそう詰めて詰める。いやマジでサウスポーで練習しなかったのは後悔だな。取れました。この辺だ。左足痛いから最悪サウスポーでやろうかな。なんでこんなに急にキレが良くなるんだよって焦ってオーソドックスに戻した右利きのサウスポーっているんですか？マジでね、ちょっとね、本当にね、サウスポーで練習しとけよかったって後悔してるぐらいなんだよ。これか。この辺か。ジャブキレッキレでしたよね。あ、すいません、わかりました。だんだんスピード上げていく感じで。まず顎を引いて、しっかりパリにするなり、ナスへするなり。3でもいいですか？3でお願いしてもいいですか？3分？3ですか？ダメです。3分。うん、いい。あ、3分で。3分何だろう。じゃあ行きまーす。自分の中で組み立ててから。お願いします。風くん少し出したよ。ゴミ選手が右利きのサウスポー。あ、そっか、会長もそうだ。あとで、無意識にやってたから、何言ってんだこの人たちと思ったんだけど、サウスポーがどうのこうのみたいな。よく見たらサウスポーやってた。ストレートがいいの俺。よくわかんないよ。素人だから。ナイス。絶対まだ相手から目指すな、今みたいに。相手の方向いてなきゃなんだ。相手が動かなくても、お前は動いてる。そう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 。そう。ナイス。もう試したいこと全部試せ。コンビネーションでも、運動でも何でもいいよ。いいね。ナイス。いいじゃない。かかってみると。はい。追い込んだら追い込んだら、ロック出ましたら、その、いける。打ってんのに下がるってことはないんだぞ。詰めてかないです。当たってんのに下がるなんてことないんだから。後ろに下がるのはサイドに。ねえ、サウスポーいいよね。左足かばえるのがでかい。打ちながらサイドに、今みたいに打ちながらサイドに出てる。相手がロープとかコーナー背負ってな、自分下がらなくて。この辺かな？ここでスイッチするんだよね。いいね。そしたら急に切れるんだよね、ジャブが。おぉ、受けたじゃないか。お、かわしたら、かわした、検証してる、はい、怖がるな怖がるな、顎引いて、顎を引いて、残り1回、ガードガード、壁ガード、壁ガード、ガードガード、ガード、これすげえんだよな、ちょっと、これさ、どうやってやんの、達彦さん、今度教えて、これすごい嫌だったの、シュ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 っていう、この超速い細かい連打よくやるじゃん、これなんなの、なんでこんな早く打てるの、タタタタンぐらい打つんだよ。キックパンチじゃなくてね、何されてるか分かんなくて、
かく乱にめっちゃ使えるの。タチウイコさんの本。タタタタンってやつ。うん。あ、水さんどうも。ハートありがとう。これめちゃめちゃ使えるんだよね。これ覚えたいんだよ。まあ、もう今回無理だけど、これすごいんだよね。これ覚えたい。北斗の剣イメージすんの。すげえいい技なんだよな。ラスト10秒。ラスト10秒？さっきのこれどうやってやるの？すごいコンビネーションの速さなんだよね。台本だよ、あんなの。あとはほっといていいよ。絶対出るから。絶対出るから。相手から目指すな、今みたいに。絶対出る。すごい速さなんだよ、これ。何されてるか分かんないの。相手が動かなくても、前は動いてる。そう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 。聞くとか聞かないとかじゃなくて、びっくりするんだよね。ガードを固めることしかできなくなるの。あの技いいんだよね。追い込んだら追い込んだらロック手押したらそのままいける。打ってんのに下がるってことはないんだぞ。詰めてかない。当たってんのに下がるなんてことないんだから絶対出るよ。後ろに下がる。むしろイベント盛り上げようっていうなんかサービスみたいなもんだよあれ。レンドさんとヒカルくん、あの、金梅さんとヒカルくんのサービスであれは。相手はロープちゃんのコーナー背負ったな。自分下がらなくて。体振るよ。うん。もっと振って、振った方がいいぐらいです。こういう。お、受けたじゃないか。いつ信じてきてるのか。はい、贅沢人いらっしゃい。お、かわしたら。かわした。この後に見せるから、百裂拳。わかるわかる。顎を引いて、顎を引いて。大丈夫。大丈夫。俺はヒカルくんと付き合い長いし、ヒカルくんと友達だから言えるけど、ヒカルくんと金梅さんは、約束守る男だから。これこれこれ。これ。これこれこれ。これだよ。これ覚えたいのよ、マジで。シュシュってやつ。この連打覚えたいの。すごい。あれ？そうそうそう。今の体のカス。あれ終わっちゃった。シュ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 ってやつね。これすごい技なんだよな。何なんだろうこれ。攻撃よか。これどうやってやってんだこれ。シュ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 。カード教えたろ。カード教えたよな。すげえよ。どういうことだよ。早すぎる。今みたいに打ちながらサイドに出てる。この連打やばいよね。コーナー背負ったな。自分下がらなくて。そろっと使おうかな、サウスポー。こういう。お、受けたじゃないか。いつ信じてきてんのか。お、かわしたら。もちろん手打ちなんだけど、あの、相手を引かす技じゃなくて、かく乱する技。早いでしょ。プロボクサー見てるじゃん。タタタタン、タタタタンって。しかも、ハンドスピードでも早いんだよ、これ。で、キックパンチじゃないの。明らかにボディに集めて、要はね、ガードを下げさせるためだけにやってんのよ。これでガード下げたら、思いっきり右ストレート来るんだよ、多分。多分。ワンツー四回打ってボディ一回を口でシュ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 って言えばオッケー。ワンツー四回打つボディ一回を、ボディ、打ってボディ一回を、ああ、ワンツーを四回上に入れて、ボディ二発シュって入れて、ああ、これよく使うのよ、達彦さんが。で、正直ね、達彦さん独特な技いくつかあるんだけど、アンパンマンパッチとか全然覚えたくないのよ。なんか、なんかよくやるんだけど、飛び込みながらシュって。あれはいいんだけど、この技だけは本当覚えたいと思った。これやられてすごい嫌だったから。カード教えた。顎を引いとけ。引かず、引かず。16コース、倒れはしないから顎を引いとけば。下打たれてます、ガードを下げて。何秒？40秒です。3秒だよ。3秒。いや、アンパンパンパーチよくやるんだよ。オッケー。
足止め、そう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 。あ、でも、それも作戦だろ、クミッチも。いいよ。もう、打ち手がなくなったら、クミッチで。プレイス。もうちょい打ったよ。あ、いやいや、出さないよ。ラスト10秒。10秒です。ドエム来た、ドエム。ドエムが来たぞ。ドエム来た。そうそうそう、いや今の体の出し方ですよ。ベンジョンさん、ブロックをしてるブロックまだ残っていい。モンちゃんの、モンちゃんのセクシーワンツー見よ、うん、おっさんの、お前相手の懐でろ、おっさんの、おっさんの動画だけだと。まだ動画だ。OK、2分でタル君見よ。はい、じゃあ行きます。いや、やんない。あの技ほんと意味わかんない。あの技いらない。俺は叩いて、カクカクだな。百裂拳はまず使えるかな。光くん重いな、やっぱ。あ、聞きました。今、一緒に切れた。あ、そうか。聞きました。左見る。オッケー。いや、もったいねえよなぁ。蹴るのな。タツヒコめちゃめちゃ強いのになぁ。モンちゃんに鼻で笑われてる。はい、じゃあ行きまーす。トリケラトプス剣好きだらけでしょ、あれ。えい、強っ。硬い、力入れる。もっと走らせろ。もっと走らせろ。力入れて、こう、ちょんってる。膝から下を、無視みたいに。あれ、ライブ終了、ライブ終了、力いらない、ライブ終了になってる、うん、あ、そう、俺が、うん、狙ってない、あ、聞きました、今一緒に切れた、あ、聞きました、サッカーみたいに膝から先があれしない、筋肉で殺しちゃってる勢いを、はい、もっと膝から先を飛ばした方が、走らせた方が効くんだ、そもそも強いんだ、君は。はい、そうだ、今みたいに、やば、やば、いい蹴り、もっと、もっと手をこぐ、蹴る方向にこぐでしょ、はい、飛ばせよ、膝先を、やば、で、逆の手は何を上げる、これ、やば、そう、膝先もっと飛ばせ、左が、左でいきましょう、まっすぐ左で、スイッチ、もう全然、そう、やばいね、これ。腕二回りぐらいでかくなって。やばいね、これ。あのね、一泊置いてもこれ効くよ、一泊置いても怖いって、要は重いのがあるって分かると怖い、最後のスパー、あの光くん足壊しちゃってましたね、スイッチもっと速くなんだ、まだ一度やったの忘れない、俺はもう蹴りセンスねえからダメなの。当たれば痛い、痛いよな。あれでもやられたら嫌だから怖いよ。あ、俺が素人だからか、それは。俺だから。よろしくお願いします。よし、でも熱い。よし、熱い。ダメージ、熱い。セーブスがあるよ。あ、熱い。そうそう、そう。いいよ、すごいよ。右いいよ。右いい。OK!お
最初のジャブで崩さない。もうちょい早く、よし、あの手だ。じゃあ今度はジャブダッキングツー、ダッキングツー、じゃあろう、ジャブ打ってダッキングして相手のパンチだと思って、よし、え俺出るけど俺出るけど、うまくいかなくてみんな意識してやればいいじゃん。下だから練習するのいいのか、気にしなくて。ずっとワンツーばっか練習してたんで、うん、海洋圏使ってんのいいじゃん、フォームいいじゃん。いいよ、ショートの距離、ショートの距離。うまいな、相手の懐出ない。俺はミドルキック打てないからさ。フックした時に打てがある、うん、もうちょい、ワンピンが出ないっちゃってる。もう苦しい、苦しいな。体で打てば、もうちょい遠くまで行く。俺は出る、俺は出るよ。ただね、蹴りがしこたまダメなんだよね。パンチワンツーに関してはまあ正直言うと、あのなんだろう、まあ3ヶ月やってよかったなって思う技なので、ワンツーに関しては、うん、まあまあまあ自分でも頑張ったなと思う。それ以外がもうクソダメ。大きく開いて鼻垂らして1分でボブサーンってすぐ次来るよ。お腹蹴ってました、ごめんなさい。蹴り苦手なんですよ、体硬くて。結構あんだ、1分だってワンツーしか練習してこなかったんだもん。この間行ったところは5分のスパーリングで15秒のインターバルだから。じゃあ行きまーす。はい、行きまーす。えいっす、お疲れ様です。ワンツーの距離で蹴りはダメだな。止めないよ。えいっす、えいっす。ゆっくりでもいいな、形確認しながら。えいっす、回ってることない。あ、膝から先を飛ばしてごらん。蹴りはダメだな。ミドルキックはダメだ。技になってない。遅い。二回しぐらい。二回しぐらい。どうしよう。時間かかるか。どうしようか。どれだもん。おっそね、全然ダメだね。蹴りはダメだ。これもそう、これも機械やんなくて。これも53歳。これも1分バッと叩いて音でわかるよ。どうぞ、あの今のワンツー見とる時の呼吸はハッハッハッって感じ。最後の3つでうわっと口から息を吐く感じ。声出してもいいやんもん。声出すわ。えい、その方が絶対疲れない。ノーカット。いや、違う。これみんなドレさんに蹴られた時のやつを言ってるじゃん。ドレさんに最後壊されたと思ってるけど、そうじゃなくて、なんでローカットできなかったかって、もうヒカルくんの時点で俺ぶっ壊されてんのよ。ヒカルくんとやった時にもうすでにぶっ壊れてんの。見ようか。それで、あの、俺がドレさんにお願いして、あの、さらにダメになったって話で、もうローで何回も倒れてんだよ、俺。ヒカルくんにもらいすぎてんの。そう。ワンタロウいじめたローカット。これは、いつだっけ、日曜日だね。エッジの腰の振り方。いや、体が硬いんですよ、僕。なるほど。無駄なジャンプも前の下に逃ってる勢いでいったら、相手も硬い。そうそう、ももの裏側気味に入ってるんだよ。あの蹴りは
あの蹴りっていうのがみんな蹴りうまいよ。カウンター押してて、当たった瞬間です。なんだから組み立てろ、お互い組み立てろ。当たった瞬間打ちです。カルトはどんどん強くなってるね。まあでも多分練習練習だから打たれる練習してるからな。逃げない練習だから。ただあのいいの光るストレートとかフックとか頭打つぐらいは打っていいから。いいぞ。そうそう、あれを試したいな、試してみろ。目をつぶらない、打たれて目をつぶらない練習だよ。あと下がらない、下がらない。そう。3秒。はい、ナイス。あと首相撲少しやろう。あ、そうなんだ。ナッセイ君。あ、ジャンプいいな。ノーモーションでしょ。そう、それを、そう、それを見、そうやって見、ガード下げ。先生、ありがとう、ブロリー。一発撃たれたら2発返せ。いや、光くんは攻撃に特化した方がいい。ガード両手下げない、両手下げない。わー、いって、いって、これはいって。いってー。やばーい。ももかんばっちり。これでもうスタンディングダウン取られちゃう。あごじいとけ、あごじいとけ。呼吸。声出していいんだよ、声出して、うっとく声出して。そう、逃げ方、逃げ方よ。もう足かばっちゃってる。逃げるから追っかけられるんだ。撃たない、撃たれてる前に手出せばいい、手出せばいい。前に出る、後ろに行け、後ろに行け。ラスト10秒、後ろに行かないで。頭打って、頭打って、前に出る、前に。ラスト頭打って、頭打って、クリッチでも、クリッチでも打って、打って、打って、打って。えいえい、イメージな。そうそうそう、で、これで痛がってて、どうなったんだっけ。これで痛がってて、で、なんか次もこれと同じことを起こるんだよ。確か。次も痛がる羽目になるんだよ、確か。これ俺か？これも俺か。で、1回目でバチン入っていてーってなってるところで、2回目もね、同じこと起こるんだよね。俺がもうローカットできなくて。うん、痛かった。で、これが2回目か。うん、どこからに、最初はもう自分からいて、もう見合ってもしょうがない。そう。ペース取るんだぞ、ペース取る。お前からだよ。お前めっちゃ怖いの。いや、もう帰りたかったっすよ。もうローカット、もうこの辺からただの地獄。もうこの辺から痛いしかない、頭の中。ももかに思いっきり入ったの。2回目全人。もう帰りたいと。あの、立っちゃえば、いけるから。上から、まあ、あんま追い込まないで。そう、さっきのが聞いてるの。同じ場所に入って。これも練習だわ。はい。ロキックなんか終われないぞ。はい。いやいや、俺が下手だからしょうがない。カットできなかったんだもん。だから、ローで死ぬんだよ、普通に。いや、痛いっすよ。ただ、俺が悪いんだよ、これは。うん。そうそう。でも、コンビの練習しな。さっきやった、フックからローの、まあ、コンビ。もうただ足引きずってるおっさんだから。いいよ、あの、それでもいいよ。下向くな、下向くな。仮面なれ、仮面なれ。それでもダメな、立ちつけ。怖いな、みんな一緒だよ。俺も怖い、ベンジョも怖い、みんな怖いんだよ。もうその怖いの我慢して前行かなきゃ。光が見られると、ライトと花火が減るの、どっちが怖いんだ。そうそうそうだ、そうだ、そうだ、そうそうそう、ほらレク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 、よし、あ、頑張れる。あはははは、笑うわ。
で冷やすなんてないから。これも練習で我慢してて。お前ロードとテーピングしたいね。ロード終われんのか。ロード終わるのかお前。再開します。1分半です。OK。じゃあもうちょっとローを気にして。はい。そのミドルに切り替えろ。はい。膝。さっき言ったか。膝でもいいぞ。顎を下げる。そう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 いう風に。喧嘩は喧嘩。もう膝でいい。頭下げてんだ。いやもうね足そうそうそうもうね痛みしかない。余裕がある時にさっきの顎を引く練習して。余裕がなくなると大丈夫。今のうちにやっとかないと。もう帰りたいしか思ってない。ラスト1分。まず下見ちゃダメだ。あんたもう嫌だ。怖くても怖くてもいいから。右の足首に。怖くない。前向け前向け。下向くな。下向くな。膝がつくから。組んで組んで。こっから下向くな。今のいいよ。今のいいよ。飛び膝いいよ。いいよ、下がんない、下がんない、いいよ。いいよ、下がんない、いい姿勢だ、いい姿勢、そう。もう、打たれても前で。お前、すげえな。何げんすげえな。打たれても前で。後ろ回すよ、お前。まずは、これでいい。ブレイク、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 ブレイク。残り15秒。あなた、気合い、気合いで、踏んでくる。もし、相手に、相手に。こういう踏んでくるのを、踏んでくる。下がんないよ。最後の抵抗8秒です。最後いけ、何でもいい、空振りしとるかいけ。そういいよいいよ。で要はあのドレさんが本気で蹴り込んで俺のこと壊したって言ってる人いるけど全然違くて、もうすでに壊れてたんだよもうすでにこの時点で壊ぶっ壊れてんの俺は。で、ドレさんにお願いするんだけど、よく聞いててもらいたいんだけど、あの、ドレさんが足なしで行くかって、足なしでやろうって言ったとこ、俺は足ありでお願いしますって俺から言ってんのよ。だからドレさんは悪くないんだよ。まあ今日最後ですからね、あと、体休めも、体準備も。からきとってはどうか。まあ、ちょっと待って。明日は去ってくれる。やれるなら。あ、俺準備行きます。僕は、ラスト、挨拶して終わりです。お願いします。よろしくお願いします。あ、この前に言ってるから、ドレさん。ちょっと、ちゃんと、あの、ドレさんがなんか悪いみたいになってるから、ちゃんと証言取ろう。ちょっと待ってね。ドレさんのそのシーン出すから。どうしても最後はドレさんとやりたかったの俺は。関係の悪い噂が去ったらちょっとギャラが出ないから。なんか握ってんとか言ってませんけど。そうそう、もう一発目、一発目で痛かったんだほら。ね、今聞いた？言ってるでしょ？ボクシングでやろうかって言ってたでしょ、うん、で、俺が今キックで、ほら、大丈夫です。言ってるでしょ？だ俺がお願いしてるんだよ、ドルさんに。まあ今日最後ですからね、あと体休めも、体準備も、からきとってはどうか。まあ、写真の方でしょ。いや、まあ台本でしょ。台本に決まってるでしょ。挨拶して終わりです。お願いします。よろしくお願いします。はい、こんばんは、みずき。おはよう。身長高えな。はい、そう。はい。内割り危ない。了解でーす。あの二人の代役は重いよ。音がやばい。音がやばい。つえ。まあ俺だったらいなくなるわな。やっぱやっぱやべ
やばこれ。これやべえ。距離離れたら絶対笑うから詰めて。いやだって金玉ヒュンってなったもん今。自分で見ててやべえって思った。避けろって思った。ねえ、あなた言った通りでしょ。行ってー。いただきます。このアッパ聞いたんだよな。違うんだよ、もうだから何ラウンドかでもう足ボロボロになってんのよ。再開します、54秒。だからもうジャック。笑うわ、こんな。だからこの1ラウンドじゃないんだよ。もう蓄積されてんだよ。いや、このアッパーやばいよ。このアッパーえぐい。もうだからスイッチ、ちょっと待って待って待って。もうさ、自然の本能ってすごいよね。右足に変わってるじゃん。わかる？これさ、無意識にやってんだけど、もう完全に左足蹴られるのが怖くなってて、すごいね、人間の本能って。勝手にスイッチしてるからね。もういや、繊維なくなるよ、これ。痛いし、重いし。いや、笑うでしょ、こんな。爆笑だよ、こんな。勝負にならねえ。女の人はプロボクサー。やべえやべえ。もうね、この時点で繊維折れてる。もう痛くて。あなた、根性見せよ、根性。男見せよ、男。男見せよ。打て、打て。男見せよ。打て。男見せよ。打て。打て。打て。左足蹴られたくない。絶対よく見て。左足は蹴られたくない。絶対よく見て。30秒。悪くならない。悪くならない。危ない。で、踏ん張れないからロープに突っ立ってるとボコーンっていっちゃうんだよ。いやー、ねえ。詰める、詰める、詰める。押す。詰める、詰める。詰める、詰める。顔を上げる。ガードだけじゃ当たらない。障害リングアウト。やべえ。まだだ。残り16秒。残り16秒。最後男見せよ。男見せよ。男見せよ。16秒。ヘロヘロ。打とう打とう打とう。いやー、俺は感じるよ。10秒10秒。残り10秒。ラスト技さん、いけ。浮き出す浮き出せ。マッチマッチ。浮き出せ全部。がむしゃらに。あと5秒。がむしゃらに行け。5秒。ラストラスト。打つ打つ。いや、痛かったよ。まあ、これ以上強いローをもらうことはないだろうな。花火ありがとう。これ以上強いローをもらうことは人生ないだろうな。痛かった。あ、タチュの試合流そうか。タチュと誰がやった？ヒカルくん？タチュ、ヒカルくん。これかな？じゃあじゃあ、あとね、これね、これ俺、配信では、配信では分かりづらかったかもしれないけど、号泣してるんですよ、これ。俺。ドレさんに殴れって言われたら俺泣いちゃったんだけど、なんか、便所さんとかドレさん誤解してるんだけど、これ、なんで泣いたかっていうと、俺、その特別な思いがあって、一番最初の人生初めてのスパーリング、ドレさんとやって、やらせてもらったのね。スパーリングっつってもあれだよ、ドレさんからしたら、教えてやって、打ってみろよって感じで、俺が必死、ちゃかちゃかやってるだけなんだけど、俺の生まれて初めてのスパーリングはドレさんだったの。で、その時に一発もパンチが当たらなかったっていうのが俺の中ですごい悔しくて、
次の達彦さんとやるときにリードジャブっていうのを覚えたのよ。で、俺はなんでワンツーずーっと打ち続けたかっていうと、ドレさんの顔をめがけてずっと練習してたのよ。ドレさんのパンチ、顔に絶対触れてやるっていう気持ちで3ヶ月間ずーっとドレさんの顔をイメージしながら打ってたの。で、蓋を開けたら一発も当たりませんでしたっていうので、ドレさんがせっかく教えてくれたのに申し訳なくなったのよ。その、なんかもうせっかく教えてくれたのに一発も当たらなかったのがもう悔しいのと申し訳ないので、ドレさんが教えてくれたのにもう不敵で申し訳ないと思って涙が出てきたのよ。で、その時に悔しいと思ってたところにドレさんが顔を自分の顔を叩きながら殴れ殴れって言ってた時に泣いちゃったの。そういう意味なのね。ドレさんの顔に触れたかったっていうか、ドレさんにパンチ当てたかったっていうのがあったんですよ。それで泣いちゃったの俺。ガード固めろ。1分49秒から再開です。そしたらボコボコにされたっていう。そうそうそう、いいよいいよ、ブロッキング前前前、それでいいよ、それでいいよ、光る。それでいい。カウンター狙って、そういうこともあんだよ、足殺されちゃうこともできない。何で横向いたり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 。ストップ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 。これ下手したらテクニカルログダウン、スタンディングダウン、スタンディングダウンとではない。で1分27秒から再開します。だから相手で出せな、打たれることもあるけど、やば、もうちょい稼ぎ込むこう、はい、ダメ、最後悪いイメージで終わっちゃう。あのフックはやばいな。多分やられたことやり返してこれ、はい、いや強いよ。一発目からなら200回、いや100列拳じゃないあれは。もう一つの技で横分回し、あのね、体を体幹にして横ダンダンって振り回すの。だからあれ重たい。ノーガードなんかダメだ、そんなことないんだから。カル君強いっすね。コーナー背負ってる、コーナー背負ってる。100列拳はもっと早い。タタタタンってやつ。タタタタンってやつ。カル回ってリングの中央取る。リングの中央取る。自分は、相手が自分の周りを回るように、自分がリングの中央に行く。自分はあんま動かなくていい。聞いてないぞ、カル。全部ブロックしてきてるぞ。怖がる、怖がる。カル君防御上手くなってるよな。はい、あそこに。こっちの方が重い。これは倒す技。やっぱ当たってるよ、こっち。コツコツ当ててこう、コツコツ、うん、相手のガードの隙間を打って、あとカウンターで、ね、相手が打ってきたら近い。見た目可愛いのにめちゃめちゃ強いからね。見た目はね、なんかお坊ちゃんみたいな感じなんだ。だんだん相手手が良くなったら戦ったらめちゃめちゃ強いからね。ラストラスト、なんか目がクリクリしてて超可愛い。ガード上げろ、ガード上げろ。ゆるキャラみたい。あるじゃん、ゆるキャラみたいな感じなのにめちゃめちゃ強いから、うん、半端じゃない。あれ、これはテルか、うん、いや俺はもう足負傷してるから。テディベアみたいな可愛いんですよ、うん、スポット、うん、クマモンとかね。そうそう、ゆるキャラっぽいのにめちゃめちゃ強い。いや普通に強いっすよ。化け物みたいに強いよ。はい、これはベンドさんとやる。基本はね、崩すんだ。俺はもう天下を使う、めんどくさいから、はい、打ってて、はい、打ってて、はい、相手入ってくる。しかもここで天下を、もう勝ち組まないで、はい、組まないで天下を、はい、すぐ天下で、上がるじゃん、はい、上がったらこっちバンバン。普通に強いかも。いや、めちゃめちゃ強いよ、達彦。広背筋見たらわかるよ。ヒットマッスルがやばいでしょ。太ってるから、お腹に注目してるけど、この体型なのに背中が盛り上がってるんだよ。お腹より背中広いぞ。これヒッティングマッスルだから。だからもう打撃に特化した化け物なんだよ。後輩筋見るとやばい。近づく。お腹と背中のギャップがやばい。なんかそういうの使ってるよ、前に長い前に。あの、距離が難しいですね、なんかと思います。前蹴り、はい、前蹴りは、ドレスは結構右の前蹴りとかしたんですけど、
俺蹴らないよ。蹴ってない今日わざと。俺は実はすごい下座残してる。三日月蹴りっていうこのミドルの軌道と前蹴りの軌道と真ん中で、これ絶対受けられるよ。ここでポンって蹴る。こっちがあのミドルの軌道で。いやすごい貴重だよ。多分一発で倒れる。今日はこのメンバーに教えてもらうのめちゃめちゃ貴重だよ。ああはい。やっぱ前蹴りはもう。第1ラウンド始まっていきなりこう例えばオーナーが来るじゃん、はい、ここで青コーナーが出て、はい、1ラウンドカーンスターこうやって、はい、こうやって中間に持ってジャブだな、足のジャブだなドンってジャブの感覚で、いや痛いよ。でそうすると相手がいてこう止まるじゃん、はい、止まったらもう一気に行く。選手じゃないのになぜかさ、もうあの俺らの雑魚軍団後ろでタバコ吸ってるから、たとえもう教えたがり二人がさ、教えたくて教えたくてしょうがないけど、選手がみんなタバコ吸ってサボってるから、選手じゃない人に教えちゃうっていうね。この教えたがり二人がわかる、この教えたがり、この人とこの教えたがりとこの教えたがり、このファイティングクレイジーたちがもううずうずし相手の足を止める。はい、一旦準備できたら、そう、ただ被害者だよ、タルタイミングだ、被害者バトルクレイジーだから。撮影、多分前キックで使ってたんだよ。格闘バカ2人だ、うん、そう、あとは確認が良かったな。来た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 、顔上げないで下下げたな、こっちがクレイジーマッチョとクレイジーゴリラただの悪口じゃねえかよクレイジーゴリラとクレイジーマッチョはただの悪口だろ。なんかなかなか通れないね。動画見、キャッチ夏変わっても、夏変わってるし、動画見すぎ、みんなでやっても結構楽しみ、みんなのところどころ入れすぎ、これ、なかなかね、いいとこ入んないで、ほんとカウンター組に入んないと、トリプラトル、ダウン難しい、スタンチダウンぐらい発生させるよ。じゃあ、一回集中して何テーマで、もう普通のスパーリング最後。いや、モンちゃんがいるからね。まあ足も出していいけど、効かせないように。あの、効かの蹴っていいよ。蹴りな、後ろ。じゃあ2分いきます。頭振って、あのポジション、いつもポジション考える、ポジション。ここいるから打たれちゃうから、回れ回れ、ストップ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 、コーナー背負わない、コーナー背負わない、フットワーク、フットワーク、フットワーク、そしたらガードを固めろ。ちなみにヒカル君も足壊れてるから、1分49秒から再開です。ヒカル君も左足ぶっ壊れてる、ね、ブロックつけて、そうそうそう、いいよいいよ、ブロッキング前回んない、いや、モンスター強えぞ、それでいい、カウンターでやって、そういうこともあるんだよ、足殺されちゃうこともできない、何で、横に行かない、モンちゃん行こうか。モンちゃんのミット打ちは、すーげーかっこいいよ。モンちゃんのミット打ちはね、すごいよ。綺麗で。ほんとに。ファン増えたから、アンチコメゼロだから、ね。ベンドラ3回、セコンド。いくらも捨てたもん。捨てました。でも、ドアも乗って言ってやれよ。フリー。え？プレミアム会員なんか抜けちまえ。こっち。じゃあ行きまーす。やばいよ、プロボクサー、やばやば、女のパンツじゃねえよこれ、肩が回れ、やばい、これは負ける自信がある、いや強いよ、全然強い、
勝てないよこれ。やばいよ。これがプロか。これがプロだよ。はい、この体重でこのインパクトやばいよ。左フック強すぎ。やば。初見さんいらっしゃい。やばいよねこれ。かっこいいよね。左のボディ強いね。やば。やば。かっこいい。かっこいい。これがフックか。超かっこいい。もう漫画のキャラみたいだもんな。これ漫画のキャラクターでしょ。スタイル良くて顔が良くて強い。女だよ。やばいよね。そうそう。プロだからスパーリングダメ。だってさ、俺のさ、ミット打ちと音が全然違うんだもん。やばいよ、これ。もうヘッポコ、ヘッポコミット打ちと全然違う。超かっこいい。あれだが体感なんだろうね。うん、勝てないでしょ。うん。音が全然違う。サッカーの手だぞ。ねえ、ゲームで使いたいキャラだよね。かっこいいよな。1年2年やったらああなれるかな。あんな綺麗なストレート打ちたいよね、フックとか。持ってる方が死んだよね。まだおとといやったの忘れない。全然違うもん、フォームが。力抜いてな。タイミングとスピードとタイミングで。ド素人のミットを見せてやる。はい素人。はい、はい素人。肩が返ってない、足が使えてない。あのベタ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 動くっていう。フットワークが重い。話にならない。やっぱ肩が返ってないし、全然ダメだよね。足が使えてないし、全然違う。なんか綺麗さがないよね。素人だっていうね。この後もう一度見ようか。この後もう一度見ようか。なんか泥臭いじゃん。泥臭いっていうか、イカ臭いっていうかね。イカ臭いな。で、この後にプロボクサーを見ると、全然違う。ほら。綺麗。フットワークがピッて横に左に回るんだよ。ジャブ打ちながら左に回ってんの。すごい綺麗。すげえな。やば。すげえな。差が違う。全然違う。そう、技術。ね。そう、そうなんだよ。体力じゃなくて技術の方が大事なの、ここなんだよ。だから、本当に、なんつうんだ、ムキムキのやつが負けるってこれなんだよね。だって俺、モンちゃんのジャブで倒れる自信あるもん。これ、顎に入ったら倒れるよ。的確に顎いくかな。全然違う。パワーいらないってこういうことだよね。無駄に動いてないっていうかね、もうね、全部軸がぶれなくて、なんか、もう的確に左に回っていくんだよね。だから、じゃ、注目すべきところ言おうか。リングの中央をきれいに円を描くのよ。ここ。で、ベンジョさんは縦軸に回っていくの。よく見てて。そうね、左の足の使い方見てればわかるけど、きれいなサークルを描いてる。見ててよ。ほら。ほら。
モンさんが綺麗に円を描いていくのよ。だから弁当太郎さん真ん中にずっといんの。ほら、わかる？左のボディ強いね。これはモンちゃんが規則正しく動いてるからなんだよ。わかる？で、下手な俺とかがやると、あのね、円がぐちゃぐちゃになっていくの。だからこれが、あの、ちゃんとモンちゃんが、その、教科書通りっていうか、セオリーの打ち方をやってるから。いくよ、円ぐっちゃぐちゃになるから。ほら、斜めに、ほら、わかる？円、描いてないでしょ？ほら、ぐちゃ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 動くでしょ？だから、体幹が弱いからこうなるんだよ。ほら。円になってないでしょ？無駄な動きが多いんだよ。この無駄な動きの間に打たれる。後ろに下がったり前に打ったりとか。回ってないでしょ？ほら、回る動きと攻撃が一体になってない証拠なんだよ。だからモンちゃんのは連動してるの。もう攻撃と同時にフットワークが入ってるから。俺の場合はパンチ打った後に後ろに下がって左に移動するっていう3テンポぐらい遅いんだよね。で下がる、で横に回る。だからモンちゃんのはワン動作で3つの動作やってる。ほら、ほら、だからダメだ。3倍ぐらい遅いんだよ。だから練習するんだ。いいのか気にしなくて。まあこれひどいよね。でモンちゃんの動き、ほら、そうそう、それで左のローを打たれた。はい、ボディフック、フック、ワンツーフック。左のボディ強いね。左のフック強いんだよ。スペインここでも倒れるわ。すごい綺麗だ。練習後だもん。それから練習終わった後だ。もう1回食べてる。これワンツーフックアッパーもね、左フック多分得意なブローなんだ。左フック得意ブローだよ、これ。左倒しに行ってるもん、これ。すげえなー。すごいなー、これ。そうそう。やばい。サイボーグっていうか、もうかっこよさだよね、このボクサーって感じの。さくらだよね、ストリートファイターの。昭和剣だよね。ああ、そういう意味じゃない。テンポ変えてる。あ、そっからだ。で、やっぱり最初みんな左から来るの、はい。左、ワンツーで覚えて、はい、左から殴る、はい、教わるんだ、はい。それ自体はなしです。いや、モンちゃんファン増えたよ、これ。すごいかっこいいもん。いや、プロってすげえなっていうね。リキさんありがとう、フッ、はい、うん、じゃあ、青いもん3分で、うん、はい、いや、俺、モンちゃんの試合行きたいもん。まだデビューしてないんだって。じゃあね、あと、あの、技術力が一番うまいテルチャンピンの、ね、テルチャンピン見て終わりにしよう。ねえ、ファンになるよね、モンちゃんね。一番のテクニシャン来るよ。モンちゃん悪口とか言わないから好き。人の悪口聞いたことない、モンちゃんの口から。本当に強い人は人のことディスったりしない。モンちゃんはね、女性プロだよ。ライセンス持ってる。で、デビュー戦控えてる。3分いきます。もう最初当てないで体温める。シャドーボクシング。その後次モンちゃんは本物のプロボクサー。モンちゃん見てるんですよ。できる？行こう。やっといたほうが一回いこう。いただきます。相変わらずこの喧嘩徹底した喧嘩スタイル。これが俺の対戦相手だ。喧嘩や練習大嫌い。毎回Gパンでし練習に来る。デビュー戦は勝ってほしいよね。うん、ケロケロケロ
ていうかむしろ世界チャンピオンになってほしいわ。サッカーボールと思ってよ。タチュヒコの方が可愛いよ。ボレシュート、ボレシュート、ボレシュート。大丈夫だよ、タチュヒコ。タチュヒコ可愛いよ。ココちゃんと言う時より、いい笑顔してる。いや、もう喧嘩早いよ。デートしてる時より、笑顔が綺麗だよ。お、今のよくヘッドするって言った、走ったら。はい。すごいなぁ。結構だよ、今。今日それが完全に一本抜いてもらってきたの。金玉軽くなってんだろ。こう避けたらすぐに元に戻す。こっちのままだと追っかけてこない。だから避けたらすぐに戻す。そう戻す。そうで打ってる間空いてるからすぐ打ち返す。避けたらすぐ打ち返す。そっちじゃないよ。バランスがいいんだよ。これは違う、マス、マス。あの、チャンピン来たばっかりだから、ウォームアップだよ、これ。本気出してない、出してない。これはウォーミングアップ。見切りっていう練習方法。俺が触れなかったドルさんに触るかんね、こいつ。腹立つわ。俺が3ヶ月練習して顔に触れられなかったのに、こいつはすいませんっつって普通に触るんだよ。うん。いや、リーチ長いんだよ。だからドレさんの顔に触れたっていうことは、ミドルレンジではもう戦えないんだよ、俺。そう、顔に当てたんだよ。腹立つよ、お前。そしたら、許さんな、許せないな。パチッと先で光る。こいつ腰が引けてるんだよ、こいつ。もしよかったらこの動画全部 YouTube に上げてるんで、僕の Twitter から飛んでみてください。じゃあ皆さんお疲れ様。もう寝るわ。もう寝ます。ありがとう。この動画、URL 欲しい人は Twitter に動画載せてあるんで、リツイートお願いします。貼ろうか。ちょっと待って。見逃した人もいると思うから、リツイートしてあげて。いろんな人の全部載ってるから。はい。これツイッターでリツイートお願いします。うん。お疲れ様。うん。ありがとう。みんなありがとね。みんなリツイートよろしく。じゃあお疲れ様。うん。いや、ボコボコにされる夢毎日見ます。はい。おやすみ、サノゲ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。